これは。はい、どうも、デュエリストカードファイルが出たとき、大体うまくいってます、シャマです。ということで本日はメルカリで購入した引退編になります。これめちゃくちゃ昔にね、発売されたファイルになるんですけども、このファイルに入れてくれる方は大体コレクターさんなイメージなんですよね。遊戯王っていうのはですね、他のカードゲームと違って結構大人がね、カードだけ集めてるみたいな人も多かったりするんですよ。このファイルとは別にまたこちらのね、ちっちゃいファイルもついてきました。ブルーアイズホワイトドラゴンが確かここの、表紙の1ページ目に入ってたはずなんで、先にちょっとね、ちっちゃい方から行きたいと思います。はい、では行きましょう。トレーディングカードホルダー。なるほど。じゃあ行きましょう。1ページ目ちょっと見えましたが、はい。で、なんですけど、これ逆に行く方が面白いんだよね。最近気づいたんだけどね。奥から行きます。せーの、ドン。このタイプのは取り出しづらいんですよ。はい、シデッキ。これ再録ですね。ウィジャバンまさかのパラレル。てか、この人コレクターさんだ。あ、もうこれは価値確定です。はい、ありがとうございます。もうカードの状態がめっちゃ綺麗なんだよね。他のカードもこれ期待していいんじゃないでしょうか。ちなみにお値段は、なんと今回3万円ということなんでね。で、ブルーアイズ確定なんで、まあ割といいんじゃないかなという気がしております。はい、初期のマジックジャマーです。これ珍しいんだけど、やっぱ折れるよな、さすがにな。うん。でもなかなか1機のね、ウルトラレアの魔法トラップは少ないんでね、これは嬉しいですね。あとはまあなんかよく見る系だな。はい、じゃあいっぺんに行きましょうか。攻撃の無力化付録カードです。はい、ゲームボーイの付録カードですね。で、生贄封じの仮面、まあこれもスペルオブマスクの一応ウルトラレア枠なのか、いかなる場合による生贄も行うことができるなんて書き方面白いね。赤の合唱、これもゲームボーイですね。これはなんかイラスト人気だよね。で、六芒星の呪縛、まあまあきりでした。タカーの暴風です。表示形式入れ替えるマン、武藤遊戯デッキだったかな、確かこれは GB4 のカセットだったかな、確か。はい、これなんと2枚入ってて、セイバリのウルトラですね。状態がいいんだよね、さっきからね。で、なんとこれ神戦のウルトラ、まあさすがにちょっと傷はあるけども、これほんと少ないんですよ。なんかね、引退品開封しててもスーパーは出るんだけど、ウルトラが出ないイメージがあって、ウルトラの方がね、なんか文字がね、ちょっとね、レトロな感じがしていいですよね。マジック・ザ・ギャザリングの打ち消しカードに似てますね。遊戯王だったらライフ半分を使いますと。はい、では行きましょう。まだトラップ続くか。せーの、ドン。お？来ました、硫酸の溜まった落とし穴。うわ、めっちゃいいな、これ。はい、初期の硫酸の溜まった落とし穴ですね。これ確か風呂置くかなんかだったっけな。なんか限定のプロモ系だった気がする。やっぱこのイラストだよね。なんか硫酸の溜まった落とし穴を見てる方の兵士のやつと、なんかこの落ちてるやつがあるんですけど、落ちてるやつやっぱいいよね。この緑のこの硫酸のね、池がすごいよく見える。で、天狗のうちはなぜか最近よく入ってるマジックシルカーと、あ、第6巻ですね。最強カードです。1から6まで好きな数のね、うち2つを宣言します。だから3と4っていうじゃないですか。相手がサイコロを1回振り、宣言した数字のどちらか1つが出た場合、その枚数自分はカードをドローする。だからこれ5を6って言っといて、相手がなんか5とか出しちゃうと5枚ドローできるんですよ。強いですよね。で、ハズレの場合出た目の枚数、デッキの上からカードを墓地へ送るって、それだけっていうね。むしろ墓地肥やしになるっていう。これやばいよな、ちょっと。さすがに禁止。来ました、昇天の角笛。まあそこまで人気が高いトラップではないですが、この初期で綺麗な状態は嬉しいですね。王宮の直命です。はい、魔法無効化シフトチェンジ、さあ来ました。これも結構原作でも出てきましたよね。相手が魔法トラップ戦闘で自分のモンスターを指定してきた場合、それと、他のモンスターを入れ替えるっていうね、シフトチェンジで、チェンデストラクション、はい、CM でも、ね、よく流れてましたこれ。うん、強かったですね。鎖付きブーメランは綺麗なのないですね、本当にね。まあでもこの状態でも欲しい。やっぱ初期への鎖付きブーメランが一番いいわ。初期の七つ道具来た。結構、まあまあいいね。初期の七つ道具です。トラップカードを無効にする系ですね。はい、カウンターをさらにカウンターするって感じ。まあ、ここら辺はよくあるんですが、このグレーモヤですね。はい、これはゲームボーイ3の方のグレーモヤです。やっぱこの爆発してる方いいですね。地雷の方と爆発してる方あるけど、個人的にはこの爆発してる方のグレーモヤが好きです。
結構限定品のトラップがいっぱい入ってた。これはもはやあれだね、あの全部トラップの可能性あるね。神栓のスーパーですね。まあスーパーの神栓も人気あるんだけどね、まあ、やっぱスーパーが多い。よいしょ、融合モンスターどういう感じだこれ。異星の最終戦士パラレルは嬉しいですね。なかなかパラレルないんで、しかも結構光ってる。よし、パラレル具合がいいぞ。 XYZ ドラゴンキャノンですね。カイバが使ってた、ユニオンっていうね、こうくっつく兵器ですね。でサウザンドラゴンとこれも人気あります。はい、さあ次、ブースターの暗黒騎士ガイアだ、久しぶりだ。はい、ブースターの再録版、2期のブースターですね、の暗黒騎士ガイア。おー、ピンピンのデーモンの召喚いいですね。やっぱ遊戯王に関してやっぱ備品がいいな。嘘、デーモンもそうだけど、やっぱね当時を思い出すんだよね、このピンピンのカード見るとね。エルフの剣士ですね、シークレット聖眼の白竜伝説バージョンです。まだなんか3、400円ぐらいで買えるイメージなんで、もうちょっと高くなったかな。うん、でもなんか安い気がする、すごく。はい、では次行きましょう。ドン、待って待って、マジか、妖精の贈り物うれしくです。まあさすがに状態はね、どうしてもここなんかピンホールみたいなのもあるし、うん、まあさすがに仕方ないけど、うわこれナイスサプライズ。まずは磁石の戦士アルファとベータですね、両方ともウルトラです。まあさすがにそうだよね。サイバティックワイバン、まあワンチャンデュミナスバルキリア入ってるかもしれないですね。はい、カーソードラゴンいいですね。なんか最近結構再評価されてる気がする、カーソードドラゴン。原作登場カードが最近ちょっとねお値段ついてきてますよね。これ私めっちゃ使ってましたね、やっと手に入るって感じで。ウルシカはやっぱもうさすがに持ってなかったからね。あれ、こっから裏向きになった、こっちから出せるようになったぞ。逆から出していきましょう。はい、エルフの剣士、はい、これはあれですね、あの応募すると買えるやつですね。エルフの剣士、メテオドラゴンはプレミアムパック版。はい、そしてブラッドボルスです。やっぱいいですね、1900はね頼りになる。そしてこの砦を守る翼竜です。最近もう再評価路線200、300円ぐらいだったんですけどね、うん、最近1000円ぐらいいくなってきて、なんか嬉しいですね。あ、ガゼルいいですね、ガゼルも結構人気です。はい、あー、ガンマウルトラですね。パラレルだったら本当1万円台のコースになってたんで危なかったですね。はい、さすがにトライフォンドラゴン、あ、エビルナイトのパラ、そう、このね最近プレミアムパック系のパラが意外と少ないということが判明し、しかもね結構傷つきやすいんだよね、これもやっぱちょっとめくれちゃってるしね。これの綺麗なの本当お宝です。あー、ゼラウルトラいいですね。ってことはこの人プレミアムパック2も開けてくれてるってことなんで、カオストロジャーがワンちゃん入ってる可能性があります。お、チャクラですね。はい、こちらダークセレモニーエディションの方ですね。たまにねエラーがあるんで、この段は開けて面白いんですよね。お、マジシャンブラックホース、これに関してなんかスーパーでもめっちゃかっこいいな、やっぱ。はい、あー、カオストロジャースーパーです。まあ、たまにスーパーもいいよね、やっぱ見るとね。うん、これも入りがち、あ、剣の城入りがち。ああ、セイントマジシャン、マジか、いいの出てくんだ、全然いいの出てきた。はい、あ、パラサイドパラレル、これもね綺麗なの少ないんでナイスです。機動砦のギアゴーレム、これ当時欲しかったんだよな。2200あって四つ星でさ、しかも800ライフポイント払えば直接攻撃できるっていう、なんかデメリットがないんだよね。あー、ブラグマジガール、ナイスナイス。プレミアムパック4開けてるんで、おー入ってるかなとワンチャン思ってたんですが、なんかすごい白いのがついてる、よくわかんない、白い変なのがついた。ギガサイバー来た、城之内くんがね、使ってましたね一回ね。もともとあれだったっけな、確かエスパーロバが使ってたカードだったかな。うん、ここまででも相当いいんだけど、ここですね、本番はね。じゃあ行きましょう、早速開けていきます。デュエルストカードファイルオープン。ん？
っと待って、ちょっと取っとこう取っとこう。まずこれですね、EX 版ブルーアイズホワイトドラゴンです。この前の開封でも3枚出ましたね。これやっぱよく出る感じなのかな。まあ、EXR も上げてたんでね、これが出てますね。はい、西岸の白龍です。ブルーアイズホワイトドラゴン、おー、ウルトラ死者蘇生だ。よいしょ、ちょっと最初のページだけで先に出しちゃいます。死者蘇生ウルトラですね。これもいいですよね。あの2期だけど結構人気あるんだよね、死者蘇生は。はい、でブライズアルティメットドラゴン、これもいいですね。スーパーですね。はい、あの光の護風剣、おー、これも2期だけど人気のあるカードの一つです。さあ、じゃあいよいよ行きましょう。ブルーアイズホワイトドラゴン、これ綺麗だね。多分右か左かどっちかにあったやつで、2期バージョンのブルーアイズですね。今綺麗な状態だと1万ぐらいするからね。まあさすがに傷ありといえど、まあそこそこって感じかな。ブルーアイズはまあ人気だからね。で、初期ブルです。スターターボックスの収録カードですね。はい、これはまあ綺麗な状態なの、本当に少ないんで、見たら買った方がいいレベルだからね。初期は綺麗なの見つかんないんだよな。でもかっこいい。マジか、ちょっと待って、レッドアイズパラレル急に来るね。最近人気のパラレルくんです。うん、私もあの今月の購入品紹介って動画で確か買ったと思うんだけど、あれからだいぶね値段上がってて、このパックはね確かね、私の記憶なんですけどエクゾディアとかも入ってたんで、当時いっぱい開けた記憶あるんだよね、このブル、レッドアイズのパックは。で、次ブルーアイズホワイトドラゴン、これもまあ一部絵に傷はありますが、やっぱでも初期絵いいな、この絵だよな、ブルーアイズっていうとな。うん、で、レッドアイズのプレミアムパック5ですね。これのパラレルも最近人気。まあ、ウルトラも結構人気あるんだよね、これ実は。はい。このね、あの、プレミアムパック5に近いレッドアイズのフィギュアがなんか出るらしくて、ちょっとそれは欲しいなと思いました。やっぱね、ブルーアイズとレッドアイズをね、一緒に並べてみたいですよね、男たるものね。一旦ちょっと撮ってみました。じゃあ行きましょう。なんかお祭りのくじ引く感覚だね、これね。はい、まず1枚目。あ、やった、時の魔術師だ。個人的にすごく集めてるカードです。最近ね、再評価されてきて、やっとお値段ついてきました。原作にもあれだけ登場してドラマティックなさ、展開を生んでくれて、絵もこんな素敵で、こんなのがなんか2000円とかで売られてるとちょっとびっくりしますよね、なんかね。はい、で次。次、あ、まあまあ傷あるよ。はい、あ、心変わりの初期、嬉しい。これ味があるよね、なんかやっぱ初期への心変わり。初期じゃない、初期枠の心変わり、いいよね、すごく。はい、ウルトラの心変わりです。次、よいしょ、これもなんか割と歴戦。おお、聖なるバリアミラーフォース、これボリューム7のやつですね。パラレルの方が少ないんで、宿が意外とそこまで手に入りづらいわけでもないっていうね。屋台レアもたくさん存在するカードです、聖なるバリアミラーフォース。ほほほほほほ、状態いいよ、シリーズやった。最近あのプリズマティックゴッドボックスがね発売されましたね。3300円の商品が、まあ、転売で1万4000円ぐらいまでいったのかな、多分、うん、になってますがね。正直定価が安すぎたよな。皆さんぜひね、あの開封動画出してるんで見てみてください。オシリス人気だよね、オシリスかっこいいよな、確かに。ワイバーの戦士、まあこれは人気、うん、ディズニータッチのキャラですね。はい、ワイバーの戦士で、これはまあオベリスクですね。はい、オベリスクかっこいい。確か効果で、相手のモンスター破壊して4000ダメージとかだったっけな。なんかめっちゃ強いんだよね、オベリスクってね。はい。うおー、ハーピーの羽暴起。これは、ありじゃない。ありじゃないっていうか、当たりじゃない。これ普通に当たった。びっくりした。あれ？やったレアじゃないですか、この感じ。後ろね、パッと見ですぐわかる。ほら、ちょっとムラがある。ブツブツするんだよね。やったレアの。おー、ハーピーの羽暴起だ。屋台レアのハーピー来ました。これ綺麗なんだよね。結構相性がいい。うん。屋台レアはね、私、ハーピーの羽ぼきとブルーアイズアルティメットドラゴンがね、かなり相性がいいと思う。この光り方と。怪しいよな、このハーピーの羽ぼき。おー、ホーリーエルフ。ちょっと私もこの魅力に気づくのに時間かかっちゃったわ。炎の剣士が急に出てきた。ウルトラ、ちょっと、基準が分かんないな。基準が分かんないけど、いいのが出ることは間違いなさそうだ。あー、光のピラミッドだ。
はい、これバリアブルブックに入ってるやつですね。この光のピラミッドが、フィード上から離れた場合、自分フィード上に存在するアンドロスフィンクス、スフィンクスティエレアを破壊しゲームから除外するってね。うん、おーマジか、初期ホーリーエルフすっごい顔がプシュプシュって引っかかれてるけど、あでも確かにここら辺の時代のって、ね、こうなっちゃうよね。綺麗なのってやっぱ相当貴重だったんだなって思う。さあグレイモヤありがとうございます。こちらも、ゲームボーイ3の付録ですね。あデュミナスバルキリア来るんじゃないかなこれは。あーカードを狩る死神、この中途半端なステータスがめちゃくちゃいいですよね。うん、ガルマソードの誓い、おってことはガルマソードが来ちゃうんじゃないのか。割と久しぶりの登場な気がするけど、おブラックデーモンズ、これかっこいいよね。リリーフがすごい好きです。これこいつか、炎の剣士めっちゃ持ってんな。ガルマソード来ました、ウルトラです。はいゲームボーイ3ですねこれもね。うん、これとゲームボーイ3な多分2本ぐらい持ってんな。サウザンドドラゴンいいですね。これもなんかさ出てこないやたら引退品から、引退品らしいけどね、なんかね1000年の時が経ったみたいな感じで、すごいそれっぽいからいいんだけど。おおいい感じにボロイさんが、でもこれ初期なんですよね。はい、これはやばいよ、これ洗濯機だよこれ、これ完全洗濯機入っちゃった系ですね。おお祝だ、いいですね。祝かレリーフかウルトラだったっけな確か。そうなんですよ、このスペルオブマスクはね、いろいろなレアがあります。スーガか、スーガだけワープしてたなここに水って書いてあるし、なんかね、ここはあれかな、ジレアゾーンかな。バフォメット嬉しい、やっぱここの辺のもう武藤遊戯使ってたカードはね本当にいいですよ。ギアフリードもいいですね、こいつでアタックしてればマリクに勝てました。はい、もう急に来ないでよ、急に来ないでよ、綺麗じゃん、しかも結構綺麗だよ、結構綺麗なブラックマジシャン来たよ、急に来るとびっくりするから。あインセクトクイーンだ、やった、最近ちょっと集めてるインセクトクイーン、マグネットバルキリオン、うん、やっぱこの人ゲームボーイパワー開けてるので、そうオベリスクがあったからね。あハッピーゼルトドラゴン久しぶりに見た、引退品に意外と入ってないカード、これの綺麗なのももうほぼ見ないですね。はい、ハーピーで1体につき攻撃力守備力が300ポイントアップするってね。おハーピーだ、いいよハーピー、いいですよ、すごくいいですよ。あージワレ、なんか綺麗なやつ来た。はい、セガの白竜伝説のジワレです、2機。ジレア魔法ゾンっぽいなこれ。2枚抜き、おーあー2機か、びっくりした、びっくりした、サンダーボルトありがとうございます。いやでも2機でもいいよねぶっちゃけ。はい、私今飾ってます、家にサンダーボルト飾ってます。よし1個でもあれ、はい、おい一射蘇生ナイス、はい一射蘇生ありがとうございます。いやほんとね、ほんとこれはもっと評価されてもいいけど、もう評価されてる。はい、デーモンの紹介、急に来んのやめてよ、急に来んの、初期デーモンじゃ、しかもはぁテカリがいいよね。一旦電池交換します、充電します、早めにね、あの一気にザザザーっとやっていきたいと思います。いやもうやばいね終わるかなこれ。あブラックホールだ、これはいいですね。はい、サウザンドライフ、禁止令、光の暴風圏、初期と、初期カードまだまだ結構出てきますね。
ファイル結構出すの大変なんですよね。買い取りでね、たまにファイルごと持ってきてくださるお客様いらっしゃるんですけど、出すのでちょっと時間かかっちゃうので、ね、申し訳ないんですけど。行きましょう。お、デモの結構綺麗。やったー。シノマジックボックス、リュウさんの溜まった落とし穴ね、こっちの方ね。お、やった、レアの6号星だ。やったー。はい、6号星、私2枚目だな、これで。うん、ちょっとしかも字もずれてるっていうね。エラー風味。おー、神星。いや、この人ちょっと入れ方不思議だな。結構いいのが出てくるの、まだまだ。お、時の動きがタイムマシンですね。リボルバードラゴン入れたり、レッドアイズブラックメタルドラゴン入れたりできます。はい、おー、シャイのタム系の初期。わ、すごいな、まだ出てくる。催眠術きた。さあ、ゲームボーイ系のやつもまだ出てきます。オーローマイ、おー、手ってことは手ボディ。さあ、お、来た。よし、あれ縦、ちょっと待って、あー、すごい中途半端。ちょっと左足を出て終わらしたい。最後ぐらい1個ずつ行こうか。はい、収縮。お、相場がよく使うやつですね。相手のモンスターちっちゃくしたり、自分のモンスターちっちゃくしたりって感じで、はい、いろいろ使い勝手がいいカードって感じでね。アニメも作りやすいよね、こういうカードがあると。収縮。さあ、次が、ああ、原人ね。原人いいですね、かわいい。カラフルでかわいい原人。真ん中、ああ、ご風景ありがとう。さっき多分見たやつだけどもう忘れちゃった。デーモンの召喚とか入ってなかったっけ。はい、ああ、いいですね。このウルトラも人気があります。レッドアイザー、この絵がほんといいよね、かっこいいよね。はい、ああ、来た来た。あ、デーモンめっちゃ綺麗じゃん。よし、人気デーモン。やってます。デーモンもね、最近やっぱ人気出てきてるからね。はい、欲しかった。ブラックマジシャンと、ドン。ああ、ガイアか。あ、ガイア普通にいいじゃん。人気ガイア。バネシャン、エレファンティス、メタドラゴンレプリカ。これは見どころあったんじゃないかな。3万円余裕で超えたんじゃないかなと思います。こういったね、古いカードを扱ってますエルドラード、やっとオープンいたしました。オープンいたしましたというか、あの、お正月休みたくさんいただいたんですがね、またオープンさせていただきましたんでね、ぜひ足を運んでいただけると非常に助かります。ということで、ご視聴ありがとうございました。最後にね、初期の遊戯王が好きだという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、シャマでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。